さあやっていきましょうか。バイオハザード LE2 8 part お邪魔します。邪魔すんやったら帰って。アネット・バーキンよ。アネット・バーキン、彼女が例の時間がない、早く処分しないと。これ最初の方に出てきたゾンビ、まあまあゾンビはね、大体パターン一緒だから、ね、それは無理ね。もしそこら辺のゾンビのパターンを増やすっていうのがあるエンジンの難しいのかな。なんかって似たようなねゾンビがいっぱい出てきたりとかしてるけど、これあれらしいね、あの燃やしたのがその後々死体を覗いてみると、なんかお腹の中からボワッとインチキおじさん登場してるけど、G を炙り出すためだったらしいですね。にしてもあんだけさ、タイラントにボコッと殴られたりとかさ、ね、G に突き突きされたりとか、ゾンビにガブッされてさ、銃一発で気絶するってちょっと演技してるんじゃないって思うんだけど、どうそこらへんレオンちゃんね。はい、出た RE2 じゃないや、あの原作2のね仕様で、服の上から包帯を巻き巻きするの術。この時点で A だもんね、服装変わらないしさ、だからさ、一個疑問なんだよ、どっからそのコート持ってきたのよ。うん、どこに忍び込む、もしかしてあれかな、お股に隠してるかことか、もうガニ股でブワッとしてるね。まあ一応生きてるんだけど、ようこんなとこ一人でほったらかしに行くな。もしね、さっきの死体みたいにゾンビがここら辺うろちょろうろちょろしてたとしたら、もう噛まれてわーってさよなら、バイバイでキューってなってたもんね。チラッと覗いてみて、この子の出番ね。ウフチャキケイ。じゃあスペースで見ていきましょう。やばい、くしゃみ出そう、くしゃみ出ない、咳が出そう。ごめんなさい。でピピって、これがあったらどうなんだろうな。ありとあらゆる、お皆さん左下注目して、左下待ってるかもしれない、左下左下ね。まあでもあの角度だったらなかなかね、やっぱタイトスカートはね、うん、まあスタイルいい人でさ、そこを見せつけるとかだったらいいけど、普通に考えたらヒラヒラのさスカート入ってさ、あ見えちゃうかも見えちゃうかもっていうのをなんかね、じわ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 、あの楽しむ方が個人的には好きだった。何の話やね、はい、くる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 、これ大丈夫、この距離で爆発させて何にも感じない、あれなんだろうな、ありとあらゆる感情をもうなくしてしまったんだろうな。素晴らしいよね。ううちょっと待って、足行く、オッケー。じゃあもうこれ倒せたら、ようこんなね、荒くれ者がたくさん集まっている町にたかだかハンドガン9発で臨もうとしたよね。ねえ、危ないよ本当に。じったら、あー先にこいつ倒しとくか。いたんだね、君そこにね。よいしょ。ほい。ほい。OK。で、続いて、おー、ジャイアンが近いじゃん。ほい。ほい。あー、腕に当たっちゃった。ほい、おやすみ。よし、OK。あと6発か、いけるかな。上からゾンビがボワッと降ってくるかな。ああ、這いずってきてるよ、こっち来ないで、匂いを嗅がないで、臭いよ、臭い、落ちてきたよ、降ってきたよ。親方、空からゾンビが。安心しろ、峰打ちじゃ。で、アイテム取って、で、こいつも取って、まあ一応念のためね。なんかゾンビを倒さなくていいみたいなさ、あの、銃を一発も撃ちませんでしたみたいなのがさ、なんかあったりとかするっぽいけど、うん、もうそのトロフィーは確か取れてるはずだから。ダウンを入手しよう。ちょっと待って、噛まないで、痛い。何をバクバクしたんだよ俺。ちょっとそんなに入れ、うわもったいねー。ただな、回復薬がないからもう仕方ないんだよね、進んでいくしか。回復薬なんかどっか取れたっけ、嫌になるわ。でも次のがさ、またさ、上から来てたやつが這いずってきてるとかしたらほんとめんどくさいんだよね。ジュロッといないね、大丈夫だね。
いたわね、アネット。本当。でもこれ、このさ、R エンジン出てくるさ、敵さ、こっちを認知してない時の視野狭すぎへん？いつも思ったのはドミトレスクなんだよね。ドミトレスクとかさ、全然、階段登っていく時にさ、下の扉が開いてるのに、全然こっちも見向きもしないでさ、なんかワッシャン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 しとってるわけやんか。うん。よいしょ。ふい。あれ？あ、しまった。間違えた。やばいやばい。これ来て、来てない。大丈夫？来てる。めっちゃ来てるわ。次、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 次。やばい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 、近い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 ですよね。なんでそっち行こうとしたの？引っかかるからやん。やばいやばいやばい、ちょっと待って。おー、近い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 。どの距離？急げ急げ急げ。やばいやばい、近い近い近い。あ、ちょ前足ふさがらないで、そんな危ないことしないで。あぶねーあぶねー。ほい。あー、ここまで来りゃもう一安心でございますね。危な、久々にあんなギリギリの戦いをした。そっか、あれミスったな。覚えとかなあかんない。一回やって下でガチャコンして、でもう一回ガチャコン、ガチャコンでピーピーして、でくる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 ボーンせなあかんってわけやな。擬音語が多すぎて皆さん何の話してるのか全然分からへんと思うねんけど、まあそれはどうでもええとしてですわ。これ回復アイテムないもんな。まあもう敵と戦うことはあれへんから別に回復アイテムはいらないけど、まあ もしね、これでね、エイダの人生ハードモードにするんやったら、この中で手に入るチップを持っているゾンビちゃんをちゃんとってか、お前なんでここで寝てんのって話をね。焼却炉でお休み眠るっていうのはちょっとよく理解できないよね。シャン、ちゃんとここで見てあげるっていう優しさな。私を焼き殺すつもり？残念ながら、あなたに G ウイルスは渡さない。君を相手にしてる暇はないんで。あれを狙ってるのは私だけじゃない。わざわざ声をかけてあげる優しさやな。そんなことする暇もあったらさ、閉めた時点でさっさとバッてやって30秒くらいで燃やし上げたら、1分の余裕を持たせてあげるっていうのがアネットのちょっと母性豊かなところだったりするんだろうな、きっとな。ということで、チロ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 ティンティンティン。だって始末しようと思ったらさ、別にさ、姿見せずにできるっちゃできるわけじゃないですか。ねえ、あえてこう、自由物を渡すような隙をなんか与えてしまう。見える、見える、見える。ちょっと、ちょっと見えそうで見えなかったな、今な。残念。見えると思うんだよな。見えないかな。ちょっとケツのプリプリが、ほらほらほら、見えない。見えてるよね。見える見える。ほら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 。ああ、でも無理か。やってくれるわ、アネット。もうちょっとこう、お尻のそのなんていうの、パンティーからさ、ちょっとはみ出るお肉みたいな。ゲストアカウントを確認。ゲストタグの貸し出し期限は10月1日ですか。期限内に変更してください。ねえ、もう8月に入ったけど、10月なんてあっという間だよね。まあ、毎日うだるような暑さだけど、そんな中でも10月過ぎたところでね、今残暑って厳しいですからね、毎年ね。今年はまだなんかその5月とか6月中旬くらいまで暑くなるの遅かった感じがするけど、うん、実際暑くなってみたら本当にもうふざけんなってくらい暑かったりするもんね。ピーピーってなんか来るよね。旦那さんは元気かしら。超嫌味。 G を独り占めするために殺したとか、面白い考えね。違うよね。これここに関しては多分アネットブチギレ案件だと思うよね。G の暴走を止めようと一生懸命やっているのに、独り占めをしようなんて考えてるんじゃないよねって言われたら、そんなこと考える理由なんか私にはないわよっつってブチギレるよね。ここでまあ前具合にスパイプが刺さるもんですが、スパイプじゃない、これ何なんだろう、これ何がプラスチックかな。とりあえず何にせよ刺さったら痛い、もう自分じゃ抜けないっていうね。ちゃっかりちゃんとプレスレット腕に巻いてるからね。あっ違うな、ここで助けたことを仮って言ってんのか。アネットの銃撃をかわしたことと、ここのここで助けたことと仮2つで、逃がしたこと、仮3つで、向こうとしては、タイランと、ケルベロスと、最後にロケランを渡した。あ、これで3対3になるのかな。うん。レオンの頭の中に、上の、服の上から包帯。レイダー？マジで？
くそまあそんなことはどうでもいいよね。はい、じゃあこの登ったところにね、セーブポイントがあるんで、そこで終わりにしたいというふうに思います。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回からね、地下施設編と、地下施設編じゃない、下水道編ということでね、繰り広げていきたいと思いますので、また次回パート以降もね、応援登録、そしてグッドボタン押していただけたら嬉しいです。ということで本日の動画以上で終わります。お疲れ様でした。せんだろ、バイバイ。